猿島到着ですね。向こうがフェリー場ですね。ねえ、まあ、今日結構混んでますね。ここはもともと日本軍のね基地でしたね。うん、ちょっと行ってみましょう。海軍港でしょ。よし、よし、よし、多分今の日本軍のですね。よし、日本軍の跡ですね。基地の跡。おー、すごいね。すごいですね。日本軍の猿島要塞ですね。うわ、すごいね。要塞ですよ、日本軍の。弾薬庫。これは弾薬庫です。弾薬庫なんです。すごいね。すごいな、ね、フランス軍事連合すごいな、旧日本軍の要塞です。お、ね、おちょっとね、広大地下施設、ね、地下施設ですね、これ、ね、こんな横須賀に、横須賀というか関東の東京湾にあるんですよね、こういうのが、ね、皆さんもぜひ来てくださいね。展望台です。横須賀海軍基地、あっち横浜、あれランドマークターミナル、あっちは東京ディズニーランド、ね、現在地、ね、はい、ということでね、ちょっと船乗り場に入ります。ね、いや、これよく作りましたね、日本軍もね、これね。イラストとか、すごいですね。すごいな。まあ、こんな感じでしたね。よいしょ。
方が横須賀になりますね。ダン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 ということでね、とりあえず今、東京駅に向かいます、今度ね、横浜と東京に関してはね、もう地元なんで、ちょっとね、詳しく今度はね、特集組んでご紹介したいと思います。よいしょ。